クリスティアン・アウグスト・フォン・シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルフは、ドイツのリューベック領主司教。デンマーク・ノルウェー王フレデリク一世の直系である、ホルシュタイン・ゴットルプ家の公子で、デンマーク語名は、クリスチャン・アウグスト・アスレースビ・ホルステン・ゴットルプ。シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公クリスチャン・アルブレクトと、その妻で、デンマーク・ノルウェー王フレデリク三世の娘である、フレゼリゲ・アメーリエの間の次男として生まれた。父が死ぬと、兄フレデリク四世が両国を相続し、一方でクリスティアンは、オイティーンの小さな所領を与えられたのみであった。ホルシュタイン・ゴットルプ家は、クリスティアン・アウグストのために、リューベックのルター派領主司教の地位を確保した。リューベック司教医は神聖ローマ帝国諸侯の一員だった。1702年に、兄フレデリク4世が死ぬと、わずか2歳の一人息子、カール・フリードリヒが公爵位を継ぎ、その母親、ヘドビグ・ソフィアが摂政となった。しかし公爵は、母親の実家スウェーデンで暮らしていたため、叔父であるクリスティアン・アウグストが、公国の統治を任され、1708年にヘドビグ・ソフィアが死ぬと、公国摂政を引き継いだ。クリスティアン・アウグストによる統治期、シュレースビヒ・ホルシュタイン公国は大北方戦争のために激しく荒廃した。1704年にバーデン・ドゥルラ派辺境伯フリードリヒ7世、マグヌスの娘で10枚にあたるアルベルティーヌ・フリーデリケと結婚し、間に11人の子女を設けた。ありがとうございます。